皆さんチェース無名です。はい、今日もね楽しく塩ドラ実況やっていくんですけども、ちょっと一回ね今一戦だけ取りあのねなんだろう録画のボタン押す忘れてるミスしててね、取れてなかったんですけども、それでちょっと2戦目からね取っていきたいと思います。おにんこをフルにした方がいまして、その人のね、一緒に戦ってくれるとのことだったので、お言葉に甘えて一緒にね戦っていきたいと思います。さあ、おにんこ30フルですね。バケモン並みに強いです。おにんこ。バケモン並みに強いですね、本当に。どうやってね、さっきの試合は、これは後でリプレイ見せるんで、あんまり内容は言わないでおくんですけども、まあね、おにんこだけ見るとめちゃくちゃ強かった。おにんこがやばすぎる、マジで。火力がえぐいっすね。ちょ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 。取らしてくれ。取らして。取れる。取れなかった。さあ、三つ目取る。おお、取られた。取られたじゃねえ。取らした。ここにゴーレム置きましょうか。このキリンのゴーレム。キリンのゴーレムが。さあ、どうやっていこうかな。お、いいね。かわしてってる。ゴーストじゃねえ。ゴーレムが。いや、強えな、豆まき。どうしよう。いやいやいや、動揺、動揺じゃねえ。それは動揺するわ。いや、どうすっかな。どうすっかな。待てい待てい、取るんじゃない。はい。どうしよう。どうしようかな。とりあえず、トレントで守りますか、ここは。豆まき強すぎる。豆まきが強すぎる。危ない。よしよしよし、守っていく。よしよしよし、いいよ。よしよしよし。ここの豆は拾わせたくない。ここの豆は拾わせたくないぞ、俺は。ここに、蜂を切りましょうか。よしよしよし、蜂が結構いい仕事してる。豆まきが来てるけど。鳥で取りに来るでしょ？危ない。見てたよ。でね、なんか窓大きいが戻らなくなった。さっきまでね、なんか貫通してたはずなのにいなくなってるっていう謎のシステム。取れる、いいよ。こっからちょびちょび流していこう。いいよ。取れちゃうよ。取れる、いいよ。これはワンパン入ったっしょ。入ったっしょ。よしよしよし、いいよ。ナノさん、大型2体目引けてなかったのかなって感じがします。バルーンが結構早く出たな。で、クレフラー第一切り。これはね結構危なかった。なんかバルーンね無視しようか迷ったんですけども、まああれは無視しなくて正解でしたね。いやー、これ2戦目だけどね、マジであのおにんこの2戦目はまだあんまり強さ分かんないと思うんですけども、1戦目マジで猛威振るってたからね。はい、3戦目ですね。おにんこですね。やっぱり3戦全部おにんこ。さあ、まあそれはそうか。おにんこじゃなかったらおにんこの30フルの動画じゃなくなる。これでいきましょうかな。まあ結構古いキャラばっかだけども。まあいいでしょう。さあ、よろしくお願いします。さあ、1戦は勝って、次は勝てるのか。どうしようかな。よし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 。あ、ずれたな、お前ら。お前らずれたな。まあ、相手もね、これ重ながんないと思うんで。あー、銃剣士か。取れるよ。はい。どうすっかな。よしよしよし、豆まき。いや、マジか。まあまあ、ちょ、ペッパープッスピューパ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 ー。なんで取られとんねん。なんで取られとんねん。なんで取られとんねん。白前キメラ。なんで取られとんねん。やーべえ。やーべえ。よしよしよし、豆なき。ちょっとね、あのね、噛んでるんだよね。なぜか1個目取られるっていうね。さあ、豆まき。ちょっと豆まききついよ。豆まききついよ。
やばい、圧がやばいぞこれ。豆まき、おしよしよし、睨みが優秀すぎる。よしよしよし、はい、ほい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 、あまり軽くないけど、待って強くないか。あんまり、うわ、チャピチョンピ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 ョン、あんまりね、ゾネス出してくれない。ゴースト何体出たのか、まだね、まだっていうかね、確認取れてないんで、あんまり使いたくないというね。さあ、こっから、押し返せるか？ちびくろ！ちびくろきつい。ってかね、ここの豆軍団がきついんだよ。豆軍団がきつい。ここに豆出されたらちょっとやばいよ。いや、きついな、これ。あかん！あかん！あかん！あかんよ！あかんよ！あかんよ！まあ、ちょっと、きつい、きついきついぞ、これ。きつい、マジで強い。待て待て、豆拾うさ、剣士強すぎない？強すぎない？ちょっと強すぎない？わあちょっと、ちょっと、これ、もう、剣士に拾わせるだけでもね、もうぶっ壊れになるからね、ほんと、コスト2みたいな性能になってくる。いや、きついな。破壊、よし、対戦ありがとうございます。いやー、3戦やってちょっとねダメだった。いや、強い、おにんこは強い。あと下手くそ、俺が下手くそ。はい、次の試合ですね。おにんこどうすかな。おにんこって何すればいいんだか分かんねえな。魔法使いで遠距離で爆発させるって方法でいいのかな。それがね、有効だなのか分かんないんですけども、なんとなく頑張っていこう。1、2、3のすけ。さ、相手は剣士だけ。お互いあ、最近でもねえな。よし。ゴブリンバイク。取れちゃうよ。取れなかった。で、マタンゴか。マタンゴ強いからな、マジで。ナイス。よし、ナイス。いや、おにんこよ。問題はおにんこ。あ、そうだ、あんまり出さない方がいいのか。出さないで、バルキリーに処理させた方がいいのかな。あ、ゼウスか。おー、ナイス！もう、頑張るね。君。あ、そうだ、これね、あ、でもあんま変わんねえのか。対空ついてるもんな、これ。あー、やっぱり。ゴブリン。危ない。無双。いいよ。無双入ったジジイ。いいよ。でもこれ、ジジイ爆発来る。あ、おひゃ、ぽんぽんぽん。強い。火力がエグすぎる。どうすっかな。マジ強えな、これ。取らせねえぞ。なんでお前、取ったんだ、お前。気がついたらなんか取られたみたいな。プチビクロ流そう。ナイス。よいしょ、いいよ。骨2体。そこに骨2体切ってくれたのはでかいかな。あー、これ爆発するもんな。そうだ、こういう爆発することも考えていかないといけないのか。これも、さあ、これは、どうなんだ。危ない。どうしようかな。これなんか、ドローでもいい気がするんだが。ちびくろ、残り30秒か。時間ねえな。ちょっとね、慎重になりすぎたな、これ。で、ゴブバイか。持ってんのは。17秒。時間ちょっとね、ちょっと時間の使い方下手くそすぎましたね。オッケー。いや、なんとか耐えた。なんとか耐えた。おにんこ強えな、マジで。ドロでしたね。さあ、4戦終わったんですけども、1戦目がね、まだ、動画録画ボタン押せてなくて、押せなかったんでね、ちょっと見ていきたいですね。はい、こちら、1戦目になりますね。なんかね、動画で一番最後に1戦目とか言うのもなんかおかしい話だとは思うんですけども、まあ1戦目になります。
札はこんな感じ。ギギキが1枚だけだったね。クレフラ、最後までシャッフル回したらね、こういう札になりました。まあ、良くも悪くもって感じですね。対空はないですし、対空は、なんかね、その、ナメコを対空と考えていいのか分かんないですけども、まあ、とりあえずアシケラの牙、で、壁がね、マタンゴしかいないですね。で、牙で取りに行っております。で、これね、なんかね、一発目の大砲で飛ばなくて、一体の剣士が。だからね、大砲2発撃ってるんで、こっから慎重に戦ってます。この時点で大砲コスト4負けてるんで、しかも相手はね、コストを奪えるキャラなんで、キャラっていうかね、スキルなんで、結構ね、慎重に戦っております。ここで、おにんこが登場しました。おにんこ。こうやってね、亀がね、おにんこの豆を拾っております。でもね、亀とかが拾ってくれればいいんですけども、倒されても、ま、亀に到達できる距離ならいいんだけど、到達しないからね、あんまり爆発の範囲的に。で、これで爆発ね、この剣士とかが拾うと、それでね、爆発するっていうのがマジ痛いですね。なるべく自陣に入ってきたね、豆は拾わせないように戦っていきたいところですね。こういう、亀がね、ちょっとね、うざったかったんで、ナメコを出して、こっちもね、反撃系のスキルなんで、反撃系のスキル、ナメコを出しております。でね、ナメコを出して知ったんですけども、相手のおにんこの、この豆まきで爆発した時に、ナメコのこの原木、これがね、当たった時どうなるのかなって思ったら、あれなんですね。なんだろう、その場で、なんかなくなるみたいな。大砲撃った時みたいな。そういう反、なんかね、挙動になるっていうかね。ほらほら。あ、ほらほらって。ね、まあ、原木に当たらなかったけども。原木に当たった場合ね。当たった場合は、その場でなくなるみたいな感じですね。で、あとなんかあったんだよな、なんか、誰かが、めっちゃこれ気になるからこれやってみようみたいな言ってたんだけど。あ、巨大ロボかな？剣士、こうやって豆まき拾ったね、剣士に、ロボ出すと、なんかロボもね、なんか豆乗るみたいな感じになるね、確か。でもね、ロボ自体、どうなんだろう。剣士で、何もない剣士拾った後で、ロボに歩かせて拾わせることもできんのかな？それ何なんだろうね。違うのかな？結構ね、謎ですね、そういうところ。いや、ここら辺でね、不毛戦になってきましたね。40秒。残り1分切ったんで、先に大型切っております。これで2体後出しされても、こっちで騎馬兵ぶっぱという風に、感じで戦ってます。で、ここで、キメラが来ましたね。で、キメラは基本的にね、なんだ、森作りの方に行くんで、ここ横に移動するんで、まあ、トネトに当たんないんで、ここでね、タイミング合わせてサイクロを当てて、相手がサイクロ出してきた時に騎馬兵ぶっぱ。で、これクレフラがいるので、あんまりね、通用しないんじゃないかなって感じの戦法なんですけども、どうなんだろうね。ちょっと時間惜しかったかな、遅かったって感じもします。これ4体騎馬兵が出せたらよかったんですけども、ちょっと遅れて4体目の騎馬兵出して、相手クレフラ持ってたので、ちょっと、突破するには難しかったという感じの勝負でしたね。はい、こんな感じです。いやー、本当におにんこ強いですね。戦ってみて結構強いなって思うキャラなので、ナメコもそうですね。ナメコとか、こいつとかは結構戦ってて強いなって思うキャラなんで、まあ、今ね、戦ってみて思ったことは、いやー、下方は怖いっちゃ怖いキャラですね。怖いっちゃ怖いキャラなんで、まあ、そこを踏まえて、育成とか、考えていただけたらなと思います。はい、今回はここら辺で終わりにします。高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。